皆さん、こんにちは、こんばんは。ミッキーと申します。皆様、この暑い夏いかがお過ごしでございましょうか。実はですね、私まあこんな体型に見えるんですけども、夏場ねエアコン使わないんですよ。でまあ扇風機は使うんですけどもね。というのがね、まあちょっと二つ私事情がありましてね。若い時、20代後半の時にですね、とあるちょっと大手のね、化学薬品工場の方に勤めておりましてですね。で、そこはね、食品の材料と、医薬品の材料を作ってる工場なんですね。でね、医薬品、食品の担当になったらね、温度管理された綺麗な、倉庫の中でね、作業できるんで、ラッキーなんですけども、医薬品担当になるとね、プレハブのね、本当何にもない屋根だけある感じのね、倉庫を生かされるとね、夏場がね、すごいんですよね。もうね、こう、倉庫の中で作業してるじゃないですか。でね、そのまま外出るとね、なんかね、外がね、ほんま冷房の効いた部屋みたいな感じするんですよね。それとね、あと面白いのがね、人間ってね、汗かきすぎるとね、体毛が全部抜けるんですよね。もうツンツン打てるんですわ。あの時笑いましたけどね。で、まあそれがね、一つの要因なんですけど、私ね、2000年、まあちょうど年がね、30の時に、交通事故で、入院しましてね。まあ相手車で私自転車で、なんですけども、まあその話はね、ちょっと詳しくはまた、日を改めてするんですけどもね。その時ね、背骨を手術するのに、こう左側を切ったんですよね。そしたらね、右の体温とね、左の体温がね、今も違うんですよね。右は汗かいてね、左側はね、冷たいままなんですよね。ですんでね、冷房をね、あんまり浴びるとね、ほんまね、調子悪くなるんですよ。でね、まあ右側はね、汗かくんでちょっと鬱陶しいんですけども、それでもね、ちょっとね、冷房がね、苦手なんですよね。まあそんな事情があってね、まあ家でも冷房つけずに扇風機で、流してるんですけどもね。ただやっぱりね、やっぱ夏は夏で、やっぱりスカッとこう来るやつがね、欲しいんですよね。ビールとか最高なんですけど、もうビールもね、あんまり飲むとね、腹ばっかでね、どうしようもないんでね。やっぱりね、夏場は、ミント系のカクテルですよね。ということでね、昨日ですね、映画見に行こうかなと思ったんですけど、はじめ社長のね、解明のアプリでね、ちょっと心が折れてしまいましたね。多分ね、解明したらね、次の今日からバーンとバズれると思うんですけどね、すいません、このね、EX アネリズムっていうのもね、あれなんですよ、私ニルバーナが好きでね、ニルバーナの曲から撮ってるんですよね。ですんでね、ちょっと解明ができないもんでね、ちょっとね、まだ地道にね、ちまちま頑張って、行きたいなと思います。せっかくね、はじめ社長にね、ネーミングつけてもらったのにね、それを使わないというのは本当申し訳ないんですけどね、ちょっとしばらくまだこの名前でいきたいと思います。ということでね、ミント系ね、まあ、夜のね、お店やったら、まあまあ、定番モヒートなんですけども、ミントマルティーニを置いてる店ってね、結構ね、レアなんですよね。ということでね、ミントマルティーニを飲みにね、京橋まで行きました。なんて店だったかな。
サルバトーレ・クオモ&バーっていうね、あの京橋のね、高架下のだいぶ外れの方にあるんですけども、なんか世界一のピザのなんかお店でね、結構あの有名なところです。京橋ピザで検索したら絶対引っかかるんでね、もしね昼間からあのミント系のカクテル飲みたいとか、他にもねおしゃれなカクテルありますしね。でお昼はね、ランチメニューがあって、まあ普通に、ランチ用のピザとパスタとか選べるんですけども、そこはねあのビュッフェがあるんですよね。ビュッフェ形式食べ放題で、私もね今ちょっとねちょっとうつ病なもんであんまりね食えないんですよね。もしねがっつり食えるんやったらね、もうビュッフェでもうあのガツガツ行くんですけどね。なんせねまあお酒も美味しいんですけど、料理もねかなり美味しいんでね、もしよろしかったら京橋とかね行きはるきっかけがあるんやったら立ち寄っていただきたいと思います。あの辺ねもういっぱいねこう美味しいところ多いんですよね。しかもねデザート系もね結構きついんでね、もう帰りねほんとかき氷とかねパンケーキどうしようかなって悩んだんですけどね、さすがにちょっとね昼間からねガッツリそんなに食えなかったもんでね、とりあえず今回はピザだけということで、よろしかったら最後まで見てください。そうですね、もし見終わってよろしかった、よかったらグッドと登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりに京橋来ましたんで、こちらの方に行きたいと思います。結構ね高架下の端っこの方にあります。久しぶりやな、昔はよく来たんですけどね。釜ですね、釜。ああ映るやん。マルゲリータとサングリア、いただきます。仕上げはあっさりミートマルティーニです。